ジョルジュ・レメンは、ベルギーの画家、版画家、イラストレーターである。新印象派の画家、アール・ヌーボーのイラストレーターとして活動した。ブリュッセル近郊のスカールベイクの建築家の息子に、生まれた。美術に親しむ環境で育ち、サンジョスタンイコール・ノードの絵画学校で学んだ。エドガード・ガヤ・アンリド・トゥールーズ・ロートレックの作品に、親しんだ。20歳頃から絵を、 ブリュッセルやヘントの展覧会に出展するようになり、ベルギーの新進の画家たちが設立した展覧会20人展2888年に加わった。20人展に招待されたフランスの新印象派の画家たち、ジョルジュ・スーラやカミリ・ユピサロたちから影響を受け、ベルギーの画家テオファン・レーセルベルヘと親しくなった。彼らの影響を受けて多くの画家が用いるようになった。 天平技法の作品を多く制作した。1891年にジョルジュ・スーラが亡くなったこともあって、1890年代の後半からレメンは天平技法を使わなくなった。アール・ヌーボーのスタイルの差し絵、ポスターを多く制作した。1904年にブルッセル・デビュイスやハイマンスラと美術家団体、ビール・ミエールを設立し、グループ展を開いて活動した。 1915年にイクルに移り、イクルで没した。ありがとうございます。